こんばんは。前回の続きやっていきます。サーバーはね、早くも14ぐらい今できてますね。14まで行ってて、今ね1から12までは全部ね混雑してる真っ赤っかになってますね。今からゲーム始める人は最新のやつやった方がいいと思います。その顔、わしのやり方に不満があるようだな。確かに、わしは破行を成し遂げるために手段を選ばない。ならば、お前はどうする？平和な戦など、この世には存在せん。もっとよく周りを見ろ。有能な者はどこにでもおる。同盟にしろ、敵にしろ、お前一人で何ができる？そんな中途半端な理想、半人前の実力で、民を、位置を守るだと。殿、これでお別れですが、どうぞお元気で。寝食を忘れて政務に打ち込みすぎたりなさいませんように。全員集まったようだ。ついてこい。関係を築かないと領地からの情能にも影響する。昔から付き合いのある効果を呼んできた。彼らの協力で黒人衆との関係を築くのだ。資源、特に貴重な材料である隣鉄が欲しければ黒人衆の支持が大事だ。効果の情報をもとに行動すれば彼らの心をつかめるだ。殿、服はこのタンスに収納してあります。そういえば堂丸の破損は交渉に直してもらうことも忘れないでください。巨漢の障子の和紙も変えなくてはいけませんね。お腹の具合はどうですか？漢方薬の保管場所ご存知ですか？戦の世は100年も続いた。乱世を終わらせることこそ天下万民にとって一番の幸せ。民の幸せか、一の幸せ、どちらが重要なのかお前は分かっているはずだ。お前の気持ちはよく分かっている。領地発展のことだけ考えるといい。わしが上洛したらお前も安泰だ。領地の発展にも配慮が必要だ。学問所へ行こう。ね、九州最後ね、竹中半兵衛撃破、これ を終わると、ガチャでね、前回動画でアップしたかな、この国士無双っていうやつがあるんですけど、これはね、条件があって、この竹中半兵衛を撃破しないともらえないっていう。で、初だったんですよね、実は。前回。でもね、やり直して、前田刑事にしました。クリアしたらこれがもらえると思います。馬の部ですね。だから、先方かな。あのね、適性があるんですよ。大将っていうか、首相でよかったっけな？ 3 人、部隊を3人で組むんですけど、まあ、先方タイプとか、参謀タイプとか、あと首相、まあ、大将っていうか、タイプに分かれてるんですよね。だからいろんなタイプの一応武将がいるみたいですね。それとレベル20になったら、20からだと思うんですけど、覚醒ができます。武将がいて、いい直政ができるかな。同じカードを重ねて、いいの明かさないを持って、これですね。今だったら1枚持ってるんで、覚醒すると、まあ、スキルがレベルがまず上がりますよね。なんだろうこれ、マガタマいいのかな。
まあ、まあ普通のゲームだったら星のレアリティ上げるんですけど、このなんだろう、勾玉みたいなやつのこうレアリティこう上げていくみたいですね。覚醒して、まあしましょうかね、一回やって、どこ、あ、これね、赤くなりましたよね。で、やろうか。ここら辺もあるんですよね。だから重ねられるようになってるんじゃないかな。原則を決して破らす。から弱いやつの方が強くしやできますよね、すぐに。これ SR とかの方が育成しやすいのかもしれない。他のゲームと一緒ですね。ただ弱いのは弱いと思いますね。SSR の方が絶対強いんで。とりあえず城の外に竹中半兵衛のね、城が、一夜城が今ね、竹中半兵衛に変わってるんですよ、横。これですね。これに変わってるんで、ここ攻撃したらいいんじゃないかなと思うんですけど。素晴らしい。よくぞ作戦を見破った。あなたにはこの件に干渉せず城内に隠れていてほしかったので作戦を変更した。仲間になってほしいな。その通り。もう少し遅ければ全軍の配置が完了し、この待ち伏せは完璧だったでしょう。あ、やっぱ戦うしかないんだ。あ、全部クリア。あ、そうそう。あ、そうね。舞台が甘いや。前は一つだけだったんですよ。軍団があって、軍団に今だったら井伊直政とか、初とか入れてるんですけど、このね。で、今二つ。一つの軍団に今二つ。舞台を組めて、ただこの先鋒とか参謀するために条件がまたあって、あの、天守のレベルほら、12にしないとダメみたいな。なかなか厳しいですね。なかなかこう、あの、3人にはできない。この条件でいこうかな。こっちが、どうなんだろうね。当てようか。お見事。私の負けだ。確かにあなたには天下を統一するだけの力がある。いや、命を投げ捨てる決意がその力を呼び覚ましたというべきか。一体何があったというのか。なるほど。だから私は信長様を好いてはいない。彼は強い。いや、覇気が強すぎる。人の心を理解できぬ彼の覇行は順風満帆にはいくまい。あなたが歩んだのは人道。もし最後までたどり着けたとしたら、きっと天下万民の救いとなるであろう。この乱世において、このように仲間を大切にするのは極めて稀なこと。仲間の幸せなくして何のための天下太平か。あなたは自分の本心に従うのが良いだろう。これは国司の推薦状だ。将来再会することがあれば苦しみを乗り越えた立派な上司となっているだろう。楽しみだ。やったー、これで手に入るわ。投与しようかな。ちょっと重いな。きたー。これで、これでいいかな。馬ですからね。自分ね、あの、井伊直政の馬なんですよね。で、これが武だから、変えれる。前回投与した武将を全員無料で獲得できる。来た。全部クリアして、次に行ける。次が10章になるのかな。あれは殿の愛馬。
殿の鎧。これは何の真似だ。わしの進む先に立ちはだかるものは滅。一のために見申しくないか。お前は立派なもののふよ。だがわしの身の攻略はどうするのじゃ。それもよかろう。わしを失望させるなよ。さもなければ、いや、これ以上は何も言うまい。一、泣くのをやめろ。行け。殿、私のためにここまで。殿、お忙しいとは存じますが、お食事を。おお、次来た。ちょっとだいぶ違うな。あの歴史のあれを変えちゃったな。これは舞踏会でよかったかな。あ、舞踏会ちょっと対抗。あ、まだか。今ね、これをクリックしたんですよ。舞踏会挑戦3回としたら、このまず天守を11にしないとできないみたいですね。残念。あ、これは加賀州っていうのが新しく開放されたんです。これ動画撮ってないな。これをこう順々にこう倒していく感じですかね。外にいる NPC じゃなくって、まあ一歩で用意されてるやつ。しかもこれがなんかね、争ってるみたいですよ、順位を。上の方の人はね、すごいですね。もう60、さっき見たら60ぐらいいってたかな。自分まだ6ですからね、次が。やりますかね。行くぞ。優勢、あ、いいんじゃない？勝てそう。相手が1700。で、この、兵にね、3すくみみたいのがあるんですよ。こっちが馬だから、相手が何なのか、あ、忍者なのかな？ここに出てますね。忍者は馬に弱いとか、なんかね、あるんですよ。槍は馬に強いんかな、逆に。今、ここ攻めになってる。距離あるな。ちょっと被害受けてるっぽいな、結構。干渉になってるわ。あ、よかった。一人もやられてない。この重傷がいると、なんか病院で回復しないといけないですね。このゲームで言ったら、なんだっけ、湯治場でいいのかな。あ、それから、ですね、治療がある、湯治場。治療して。他のゲームと同じように、この防衛部隊をセットするみたいなんですけど、ここにね。で、セット、するじゃないですか。ここに、まあ、守備軍ね、育つ育成してないんで一つだけにして、ここにこうセットするじゃないですか。他のゲームだったら、このセットしてたら、このセットしてる部隊は、まあ、武将とか動かせないのが多いんだけど、これはね、ここに一応セットした状態で、まあ、外の NPC と戦うこともできるみたいですね。今もうセットしてるんですけど、この状態で、まあ、他の NPC とこうやって選んで、これに今と同じ部隊をこうやって当てることができる。これ改善されてますね。他のだったらできなかったりするので、忘れることが多いんですよ。結局、
外の NPC こうやって戦ったらアイテムドロップするんで、それが欲しくてするじゃないですか。そしたら今度セットするのは忘れて、まあ、自分の城を攻撃されるっていうのがあるんだけど、これは一回セットしとけば、外の NPC 倒したとしても、まあ、セットの状態はこう残ってるみたいですね。こうやって舞台としてはこうやって残ってるみたい。そうそう、装備作れるみたいなんですよね。4回火事って書いてあるけど、ここでよかったっけ。一回作りました。これ作れるやつだよね。武器とかこうやって作れるみたいなんですよね。あー、なるほど。これ武勇が上がるとか、ここら辺書いてあった。気力とか政治とか、統率ね。なるほど。どうしよう。じゃあ武器一個作って。次は気力も上げようか。そしたらそれに持たせればいいんだ。あと統率ね。今のこの舞台にそのまま持たせたらいいんじゃないかな。武将でしょう。確かいい直政持たせたと思うので、どこ行ったっけ、これだ。いいの赤備えを持って。これだよね。ほら。殿をお守りいたします。これ持たせたらいいんじゃないかな。あ、マイルケージいいね。そっか、これにしようか。これをレベルを20まで上げて、あ、ちょっと舞台変えよう。あいつはいいな。一気に20まで上げるでしょ。あいつはいいな。で、武器を出して、さっきの剣も出せようかな。これでいいのかな。はい、で、舞台を変えよう。それで、カツは、あの二人が元気だと良いのですが。これかな。それで、最上に統率。大将と子孫、扇のようなものである。要は大将、骨は物頭、総勢は神だ。前田刑事の方が全然いいんだけど、まあ、これを適正大筒だし、いいんだけど、前田刑事あれだな、政治が53しかない。頭よろしくないみたいな。知略も低いし。でもまあこれでいいや。舞台を変えようかな、外の。このなんかね、統制、あ、編成か。編成でここにセットしても、これはなんかね、覚えさせる。舞台をここで一回記憶させて、もう引っ張ってくるためのやつだと思うんですよね。あ、じゃあ、これよかった。ここに一回覚えさせてこうやって。で、これをためたと思うんですよね。だから、実際は外に行って戦うときにセットする。のかな。ちょっとね、まだね、ちょっとわかんないことが多いです、やってて。これで、探すで5にするでしょう。戦う時に入れ替えたらいいんだと思うんですけど、あ、このゲームがいいのは、兵がすぐ戻ってくるのがいいかな。これに変えたらいいと思うね、さっき前だけですね。行ってくれ！こっちの方がいいよね、全然。ここは画面左下に攻撃 23.9% とか、防御 9.9% とか、これ変わるんですよ。全然いい、こっちの方が。行ってくれ！これで。まあ、こっちは、後でね、ちょっと、天守のレベルを上げたら、さっきの武将入れましょう。これで出そうかな。行動、体力10使いますね。もう全体で200しかないので、あんまり動けないですね。ただ回復は結構早い。お、対象になってる。初めてかも、対象とか。対象。あー、なるほどね。対象って初めて見た。勝利か、干渉しか見たことないんですけど。すみません。これはあれですね。初めて課金したらもらえるやつですね。こんだけもらえるってことですね。これ、家久欲しいよね。自分は南九州選んでるんで。悪くないけど、鉄砲だよね。ただ、一枚だけじゃ、さっきマガタマだったっけ？あれのこう、レアリティ上げるんだったら何枚もいりますよね、同じ、この武将が。確かね、最低で120円ぐらいで、からったんで、まあ、それでもらえるんじゃないかなと思うんですけどね。これ。ここら辺買ってもいいかなと思ったの、これ、610円月々。12000とかいうのがあるんですよ。どこ行ったっけ？あ、これ違うね。
これこれ、ここら辺ちょっとね、えっと思うよね。ちょっと高いって。とりあえず買おうかな。これでもらえるんだったらいい。これはチャージしよう。買いました。ほい。お、で、もらえるのかな？どこ行った？この戦術をさらに。やった、受け取り。主様。いいね。助言をいただけませんか？これもらった。じゃあ、あれもあげとくか。使うと思うので、鉄砲。あのね、初をね、これ忍者だと思うんだよね。適正は参謀だけど、ここにいます。あの、部隊は一応忍者が適正みたい。で、馬部隊に今つけてるんですけど、だから馬の知略が高いやつが欲しいんだよね。ちょっと今ないけど、どっちにしても今の、いい久はいいわ。この戦術、こ我が戦術、まだ限界ではあるまい。我が戦術、これあれだ、武器だな。まだ限界ではあるまい。あとで鍛冶屋で作ろう。ずっとね、こうやってなかったので、あの、第三国志とかね、一時期やってた時あるんですけど、ずっとこういうゲームやってなかったんで、まあ、久々で結構自分としては面白いなって感じですね。あれ、俺どこ行った？あ、これ今自分が出してるやつですね。ここで今資源を取りに行かしてます。あ、ここね。うん。じゃあ、ガチャをするかな。これ、10連すると、あ、あ、違う違う。2回で SR 以上確定なんだ。だから10連したら必ず出ますね。上の方に今17枚チケットがあるみたいですね。10連しようかな。はい。演出は飛ばそうかな。いや、出なかった。これで、SSR がね、手に入ったりしてたんですけど、残念。あ、でも鉄砲来たね。馬がいない。SR の馬が欲しかったんだけどな。残念。これが今全体のマップですけど、ここら辺今赤くなってるのは他の、まあ、同盟の方が取ってるんだと思うんですよね。ここのお城。結構マップが広いので、自分は九州にいます。九州、南九州、四国で選んだんですよね。ここら辺今、赤いところは他の人がこの、なんか要所要所の城取ってるんだと思うんですよね。で、関東の方も結構ね、今ね、ここら辺だったっけな。赤いところがあるはず、ほら、ここら辺。関東の方がね、人が多くて、確か、人気ってなってたと思うんだけど、結局、あの、いつの間にか九州の方が、ね、四国とか結構すごいもん。この赤いのが。あ、今のは自分の研究が終わったってことですね。このマップを小さくできないんですよね。今なんかやってるみたいですね。同盟にか、同盟の仲間たちと同盟取りで王か、建設してか。ちょっとね、まだ戦闘やってないんで、今こうやってるっぽい。時間って書いてあと30分ぐらい。ちょっとね、初めてなので分かんないことが多い。あと関所みたいのがあるみたいなんで、あ、そうそう、これ多分周りをにくっここら辺にまず城を移して攻めてるんだと思うんですけどね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。